の時間。コップと TK ダクロブチのラップの時間です。こんばんは。2月7日日曜日、時刻は10時を回りました。この番組は C ウェーブ千住ハウス7階から11時まで放送します。番組へのコメントやゲストへの質問は senju 千住アットマーク cwavecwave.jp ということで、こちらのアドレス変わりましたのでご注意ください。こちらに出てますね、はい、またはこちらのユーストまでコメントお待ちしております。お待ちしております。はい、ということで今日も始まりましたね、はい、いやーまあ今日は本当にもう朝から騒がしい一日だったなと、はい、どうしました。いや一番びっくりしたのは、はい、いやびっくりしませんでした。あれ、あの話、そうなんですよ、あの話、えこういう話、そうっすねいやだっていきなりそんな話から始まって朝でその後朝です。でその後朝って言ったら本当ですか。これだけでは分かんない人いる、まあ、ニュースでいやもう朝9時半ミサイルの話から始まって、はいはい、その後地震があって、はい、地震でまあ喉から日曜日かと思いきやまた地震があって、うん、え昼間も、昼間もあったんですよ。え気づかなかった、私夜も気づかなかったの。あこの間夜あったやつですか。え今日の、え今日の夜、今日の私気づかなくて、俺もそれ知らない。あさっきのやつですよね。何の話、首なんか噛み合ってた。えさっきの地震ってことですよね。さっきあったんですよね。さっきあったっすよ、結構揺れましたよ。7時半ぐらいですね。皆さん気づきました。やっぱ気づきましたよね。っていうを得て今ここに至るという、うん、はい、騒がしい一日だったと。そうですね、騒がしい一日だったなと。いろいろね噴火とかして、もうそれもあったり、ね、いろんなことがあったりで、なんかもう本当に騒がしい中、はい、やってまいりましたラップの時間。はい、久しぶりに、はい、ごめんなさい、はい、久しぶりすぎてちょっとベラベラ喋っちゃってますね。どんどん喋ってください。はい、ぜひぜひ。今日は、はい、そうですね、今日はまたお二人いますし、スペシャルな会が、はい、新企画もありますし。はいはい、新企画、はい、盛りだくさんな1時間になりますね。はい、ありますね、はい、ということで、ということで、はい、じゃあ早速はい、そうですね、本日お一人目のゲストを、はい、紹介させていただきます。お願いします。通称眠る男、新宿を拠点とするヒップホップグループ MSC の中心人物プライマルさんが、はい、いらしておりますので、ライブからお願いします。お願いします。いや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 、ああ、あ俺がプライマル、ラップのお時間、いや、足立、向かいはそう、足立学園、野球がうまい、いや、後ろは北千住、いや、結構上野から近い、俺、新宿から30分、よよ、ブンブン、ブンブン丸、よ、カットバス、清原くん、もういるけどさ、俺は羽鳥、光一郎、地下店は釧路に結界張るぜ、MSC、俺がプライマル、これが武闘宣言 2.0、聞いてくれ、あい。わわ、ラップのお時間、調子はどうだ、うん。イエー、これ声入ってんの、入ってる、イエー、うん、武闘宣言 2.0 マックスマジック、イエー、マックスマジック SS っていうコンビを組む予定だったけどさ、イエー、陰謀によってあいつはつって、あの人は殺されちまったよ、イエー、うん、満ちたれ意地になって満ちたれ、気づかねえしたって意味がねえ、近場で取ってこいと、おべんちゃらいらないアドベンチャースカイ、ぐるぐる巡回新宿家、祝福不定住所不定、クスプル休憩不定ねじゃダメ、太く短くいきゃ美式まだね、憎まれっ子世にはばかる、いつまでも法に従わず、水かけんろ川はいつもお金、お上が決断を下す、見つかるとちょっとしたカルト現象、実はそれが生きてる証拠、戦いだいつでもグレーゾーン、白黒つけたら即やられる、ミッション一生かけて実証、異常なのは笑ってごまかす、美少美女より立ち悪い、偽証偽証軽いチンポ、一方存在ます、ヒップホップ陰謀より好きなインコ、ジンドル見込みつける進歩、バッチリはっきり目指す、中途半端なポストレーニング、旬となったら朝日ベーシー、15だったら別にいいけど、言うほどまだできてねえに、究極どっか無理しろ、
16、7やれよ労働就職して習得はい俺まだ気持ちは15、6ランアウェイ後で後悔すんねんアドレナリンで結ぶラッパー過去でこけて手も手だれな男と出会ってでかくなるパワー気晴れそれしかないアワー遊べつかみ取れ感覚夜行性の唯一の可能性かっ飛ばせ俺ザクバランだから社長ではないけれど雑魚じゃない労働者ですあとはないから咲かせる花差が出る技冷めすぎた腹温めろ今晩オーダーバグモッドフィーバー最高です勝つならほら対等するからやから対抗馬いなくなるまで企む雨のち晴れその日はがっちりやっとけなぜなら命はかなり削られてってる至近距離で狙うポストゲッテルスエースもリリーフも必要あるけど疲れさせられたジャパニーズ結構ずぶといけど勝つ確率ゼロボス国際連合 Yeah マキさんマジックだこれは Yeah 人として人として大丈夫女子トイレ入って代弁する諸々自殺ソウル拡張中生産せつけろなれ親分出たとこ勝負しかしない男素直に従う部下必要でもあろうやろかもデスサロン餌もないゲスかも月から土曜まで軽作業エスコートして生活と家族月光仮面なり夜パトロン江戸だがエロで粋な箱ドメイン MC 目指す俺ハトリ理由なのアホいつでも過去あとどれくらいやれるかも見当つかないでもやるエファート中途半端なポストレーニング中途だったら公式ベーシック15だったら別にいいけど言うほどまだできてねえに究極どっか無理しろ16、7やれよ労働就職して習得はい俺まだ気持ちは15、6 Yeah拠点は釧路に移すけど、いや、ここ東京、北千住、いや、新宿エリア、繋がってるぜ。まるで量子学のようなもんだ。いや、地球上どんどん発展、北朝鮮もいつの間にかミサイル持ってっけど、関係なし、無視、よ、お辞儀はなし。いや、俺がプライマル。はい、ありがとうございます。プラプロお時間。限られてることで、はい、ちょっとピンポイントにいろいろいいですか、はい、ですねやっぱライブの一番最初と最後にその釧路に拠点を移すということを言ってたんですけど、うんうん、あれですかどういったいきさつで釧路の方に、まあ、もともと僕の親が釧路出身 で、 そ う、 で、まあ、そういう流れで、はい、今の奥さんとちょっと出会ってしまって、はい、出会ってしまってでまあ子供もいて、はい、まあちょっとそのまあマスオさんになるって感じですねかなり理解しましたはい、はい、まあなんでちょっと、うん、まあその2年間ぐらい保育士の免許っていうのを取らなきゃ勉強しなくちゃいけなくて
あ、そうなんですね。はい、ちょっと活動はかなり厳しくはなるんですけど、はい、まあちょっと、まあ、このヒップホップの音楽愛は忘れずに。じゃあ2年後は保育士さんとして北海道で。そうですね、はい、まあそれでピアノを覚えれれば音をもしかしたら作れるかなみたいなまあだいぶ安易な人生なんで僕は。気になりますね、そのトラックは。はい、はい、釧路なんですね。実は自分結構釧路ちょびっとだけゆかりがあって、はい、あ、なるほど。 2,3 回ぐらい行ったことあって。何で？一つがまず初めて、その自分ラップやってるんですけど、あのライブしたのが釧路のグリーンっていうところで。うん、僕も やりましたね。初めてがあそこ、あの、あ、北海道で初めて。あ、なるほど。で、ね、あ、北海道で初めてライブやった場所があそこ。あ、なるほど。で2回目が、あのうちの姉の結婚式なんです、ね、あの釧路の隣に住んでて、中標津の。中標津、はい、あ、なるほど。親戚いますね。あ、本当ですか。はい、え、もう生まれはでも東京なんですか。僕は生まれ川崎なんですけど、はい、親がこうなんか駆け落ちみたいな感じでこっちに来た。あ、じゃあ結構それで釧路、うん、にはよく行ってたっていう感じなんですか。釧路はまあ何回かありますね。10回ぐらいはありますね。ですね、はい、で、まあ、まさか定住移住するとは思わなかったですけど、はい、結構なんか曇りというか、なんか霧がすごい出てる街ですね。そうですね、あんまはっきりしないとこですよね、はい、拠点を移すってことは結構、はい、ライブとかイベントとかも。まあ東京での活動はもうちょっと無理なんで、はい、まあやるとしたらゼロからだと思うんですけどね。まあやっぱりでも好きな音楽なんで、なんか上手いやつとか見つけたいって感じはありますけどね、はいはい、うん、結構プレイヤーも何人かいるっていうのは。あ、そうですね、はい、まあ、ちょっと知り合いとか全然いないんですけどね。あ、そうなんですか。釧路には、うん、まあ、とりあえずは街に馴染もうと音楽をまあ置いといて、はい、感じですね。あ、はい、でその前に、はい、あれですね、イベントを。そうですね、はい、まあそのままこう風のように去ろうかと思ってたんですけど、まあ一応仲間が企画してくれてやることになった。まあ今月の14日なんですけど、まあちょうどこれぐらいの時間ですね。まあ6時スタートでライブ今ぐらいの時間やってるんで、よかったらリキッドの上ですね、肩で。肩っていうんですね、はい、肩プラスタイムアウトカフェ。そうですね。フライヤーとか告知画像みたいなの出ますかね。はい、まあ、そうそうたるメンツというか、もう日本のヒップホップシーンの重要人物がものすごい集まる。まあ一緒にこう青春時代を過ごしてきたメンバーが集まる。まあ栗さん、 CQ さんとかはまあもっと上の、まあ、人なんですけどね、僕からしてみれば。じゃあ告知情報、はい、ですね。そうそうたるメンバーで、ご友人の方が企画してくれてという。そうですね、あの、まあ、昔からマネージャーやってくれるムッソってやつがいるんですけど、はい、それが、ムッソさんが、はい、やりたいと、まあ、それを踏み、これを踏み台にして、はい、またムッソもイベンターとしてやっていくっていう。イベンターとして、はい、踏み台にするそうです、僕を。そうなんですね。送別パーティーということで、もうじゃあメンバーもムッソさんのチョイスということで。まあ2人で一応そこは考えて、まあ年とかは、はい、まあ結構ムッソとか交流あって、まあメンバーのムルベってやつは高校の後輩なんですけど、一応僕ら。ああ、そうなんですか。はい、まあその僕の高校の集まりと、まあ、館の集まりのクルーなんですよ、MS って、はい、簡単に言うと、まあ、僕の方の集まりが中心と。まあでも一応 MS の館と多分も来てくれるそうなんで、はい、その2人が好きな人も来てください。ぜひぜひぜひ、はい、そうなんですね、はい。ローソンにて購入可能ということで。そうですね、ちょっと前売りまだ弱いんでお願いします。まあノリで来ていただければ、
気合でなんか安くもできると思うんでまあそれでもいいんですけど、かなりバイブスでも行って身を授けて大丈夫なパーティーっていう、そうですね、まあ本当さっきその北朝鮮のミサイルの話じゃないですけど、はい、まあちょっとだいぶ世の中ごたついてきてるんで、みんなやっぱこう、まあ、こういうラジオ番組もすごいいいと思うし、どんどんやりたいことをやるっていうのが大事だと思いますありがとうございます。あ、ラジオじゃないよこういうのなネット番組、ユーストリーム、ユーストリームですよね、はい、はい、生で今もう生ですもんね、世界中に、世界中からアクセスできるっていう、いいですね、はい、Pステッカー付きというのは入場者の方全員にももらえる、あ、そうですね、ステッカー、まあ、うん、でまあいろいろちょっとあのなんていうんですか、販売の場所、はい、とかに多分僕いると思うんで、いろいろ声かけてくれればあの付録をサービスをするんでちょっといっぱい T シャツとか持ってくんで、ぜひ声かけてください。でも自分このフライヤーというか告知動画でしか見て、あの画像でしか見てないんですけど、このライブフィーチャリングって表記になってるじゃないですか、うん、もうその構成はじゃあもうプライマルさん持ち時間も何十分でどんどん、そうですね、9時ぐらいからライブ始まって1時間ぐらい、もう1時間ぐらい、そうですね、はい、このフューチャリングって書かれているメンバーとともに、そうですね、すごいですね、まあ、はい、はい、ポロポロ出てきてもらってやります、うん、ぜひ2月14日、そうですね、はい、日曜日、はい、バレンタインで、バレンタインちょうど本当1週間後ですね、はい、まあ、なんかバレンタインなんて、はい、見てる方に恵方巻きみたいなもんですよね恵方巻きあれ恵方巻きってあの海苔業者が海苔が余ってただ強引にこう探して決めたらしいんで、知らないですもん、と知りま、知ってました、知らなかった、関西の発祥しか知らなかったですねだからもう関東人からするとちょっとイラッとする。バレンタインでは何ですか、バレンタインデーについてちょっと今質問が、はい、スイスとかなんじゃないですか、どうせおそらく多分 そっち系だと思いますよスイスって言うとそうですね、はい、なんか陰謀めいたイメージありますよね、うん、スイスって聞くとなんか、はいはい、これだけ世界中に広がってるってやっぱスイスが結構ラッパー分かってんだぞっていう感じですよね、はい、うん、まあね、はい、硬いですね。そうですね、めっちゃ緊張してます、ね。まあ大体みんなそう言うんですけど、そうでもないからね。そうなんですか。いや全然バトルとかうまいしね。うまいっていうかまあ勝てないですからね、俺は最近。まあ、しょうがないですよねすごい。すごい見つめて。そうです。どう突っ込んでいいかちょっと。はい。うん、そうですね。まあライブもさることながら、はい、DJ 陣も、はい、はい。DJ はまあパワープレイっていうのは実はこれシャーリーっていうビートボクサーで、ーなんか大河君の呪縛から解かれて。神戸でガンガン DJ をやってるらしくてそうなんですか、うん、結構 DJ やっちゃいけないって呪縛があったみたいな感じなんか何かとこう制約されるっていうか動きに対して、はいはい、まあまあいつも多分東京離れるのは辛かったんでしょうけど、神戸で結構頑張ってる、で今回は満を持してこの日に、そうですね、まあ結構こっちいた時は家が近くてよく遊んでたんで、うん、呼びました見てるかなそうですね、見てる方はぜひ、はい、ちょっと限られた時間ですが質問等もありますのでぜひぜひ、そうですね、ですね、最後ですからね、多分こんな前ねテレビに出れるのは多分さ最後だと思うんだよ、生放送、他に何かこうファンの皆さんに何かありますか、言葉をちょっとあファンの皆さんに残していただけたら、まあ、最後って
かそ、まあそまあ、結構、はい、まあいろいろそうなんですよね。なまあラップ屋始めたきっかけはまあそのハードコアがかかってて当時スラムでぶつかってるしかやれなくて、まあ目立ちたくてラップをしたっていうのもあるんですけど、まあまあ、ラップをしなくても、まあ、まさにその北朝鮮のミサイル的なところに僕は常に触発されてるんで、まあ、子供を育てなきゃいけないっていうのもありつつ、そういうところには絶対に動いていきたいと思うんで、まあ音楽を通じて今までそういうのをやってきたつもりなんで、うん、まあ、まあちょっと影響は低かったと思うんですけど、いやまあでもその中でやっぱり同じような人がマギザマジックっていう人だったんで、まあ心残りはやっぱあの人と一緒になんか活動したかったっていうのはありますね、うん、はい、まあ、それはしょうがないことなんで、はい、です、はい、分かりました。まあでも釧路に結界を張るって言ってましたもんね。なんかツイッターでなんか誰かそういうの言ってて、まあ確かに大津も今沖縄でちょっと回収しちゃったっぽいんで、はい、まあ北と南で、北と南ですね、はい、はい、まさに朝鮮半島と一緒なんで、はい、北と南常にこの北と南っていう、まあ南北境線っていう、まあ僕川崎出身なんですけど北と南でやっぱ文化も違うんで、まあ常にそういう融合的な感じでこの日本を盛り上げていきましょう、はい、端から端まで、はい、ツイッターとかでは、はい、このご本人がつぶやくってことも今後ありうるんですかね。そうですね、ちょっと、はい、やめちゃおうかなとも思ってはいるんですけど、でもまあ別に決めてないんで、まあそういうつながりはあった方がいいですよね。きっとファンの方は北海道で、気になりますね。じゃあちょっととりあえずはやってみます。あ、はい、ありがとうございます。私のせいですね。道内でライブする機会とかがあったらそこから情報が、釧路のグリーンだったり情報もらえますからね。いろいろありますもんね、あの北海道の中にも。はいはい、じゃあ頑張ります。それは2年間保育士の勉強をしつつ、はいはい、今後の活動も、はいはい、ね、ピアノが弾けるようになるかとかも。そうですね、はい、ピアノが弾けるようになったら、はい、もしかしたら音を作るかもしれない、はい、その時はぜひ聞かせてください。まあ誰かにラップしてもらいたいですね、音を作った場合は。じゃあその時はぜひ TK さんが、はい、そうですね、はい、その時はちょっと釧路結構いくと思うんで、釧路、はい、あ、なるほど、はい、今後ともはい、OK です。わかりました。はい、うん、大丈夫ですかね。もうファンの方へ、はい、こうアーカイブ残るんで、あの YouTube に、あ、なるほど、はい、半永久的に残るんで。はい、まあそうですね。最後にちょっと一言。はい、なあ、もちろん同世代のこう一緒にこうよく買ってくれたり見に来てくれた人はこれからもまあ僕結構まあそういう家族とかもいてあんま。まあ、清原にはなりたくないっていう願望はあるんですけど、もともとは清原っぽいんですけど、まあそこら辺は頑張っていくつもりなんでよろしくお願いします。でまあやっぱ今の若いやつ、若い世代、まあやっぱ上手くてかっこいいんで、もっとこうなんか気にせずこうなんかアピールしてってほしいです。それを釧路で見たいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですかね。もう、はい、はい、ありがとうございました。いや、本当楽しかったです。めっちゃ、こちらこそ。はい、ということで、はい、ありがとうございました。今日のゲストはプライマルさんでした。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。貴重なお時間を。ありがとうございました。北海道に、ね、行く前に、そうですね、はい、こうして動画で ね、 そうですね、アーカイブも、ね、残るということで、はいはい、とても貴重な、貴重な、はいはい、神回ですよ本当に、ね、今日は神の回ですよ。はい、はい、大丈夫ですか。硬い、ちょっと緊張しちゃったよ。硬い、硬い、ガチンコで緊張しちゃった。はい、そうですね、はい、
ということで、はい、今日のゲストはお二人いらっしゃるということで、二人いるということで、はい、まあ、ここからは、はい、そうですね、もう一人のゲストはじゃあ、はい、紹介を、はい、コプさんからお願いします、はい、もうプロフィールは幾度となく読んでおりまして今日のプロフィールは2月10日に配信される詳細を読ませていただきますね、はいはい、希望、怒り、孤独、情熱をむき出しにした KMC から1年2月10日に KMC の続編4曲入り EP モア KMC ハートを景気よくフリー配信、もっと KMC をもっともっとこの男の言霊を味わってほしい、2016年もヒップホップしようぜということで KMC さんがライブから、まずはライブから、はい、お願いします。おい、みんな元 KMC を味わえよ。2月10日にな、フリーダウンロードで叩きつけるから。俺は今日はね、昼から飲んでとんでもねえ状態だ。でもとても楽しくてね、いいぜ、ラップの時間ぶっ飛ばしていこうぜ。ほんじゃ003に行こう。これは KMC のニューシット、 KMC のゲットドリームだ。行くぞ。ゲットドリームス、北千住ゲットドリームス、静岡スリーゲットドリームス、ゲットドリームス、ゲットドリームス、エリア。俺はゲットなんかで暮らしていない。俺は金がなくても貧乏なんかじゃない。汗にまみれて働いて、どぶ板ひっくり返したようなところに住んでいるだけだ。臭い飯を食い、布団にへばりついて寝る。理想と現実を散らかして夢見てる。この夢はきっと夢なんかじゃない。何なのなんか選んだりしない。あんたの金なんて別に羨ましくない。豪邸にピッチも大して欲しくない。そんなはした金じゃ買えないものを俺はたくさん持っているんだ。ざまあ見ろ。そんなところで買えるもんなんてせいぜい俺のアルバムくらい。俺ばらまいたらこのフリーの EP 2月10日だ。俺のゲットドリームGet on, get on dreams. 大丈夫大丈夫。歌わせよ、俺のゲットドリームス。 Get on dreams. 大変な大変だよ、お前。行くぜ行くぜ行くぜ。みんな思っているんだ、もう抜け出さなきゃいけないって。いつまでも眠たい朝を引きずって、やりたいこととやりたくないことの板挟み。いかがわしい。何をやってもうまくいかない。セルアウトでもすぐあるか、うまい話。心が貧乏になったらおしまいだぜ。ここがどこだろうがゲットなんかじゃない。例えばニューヨークや LA のストリート、ナスのお袋は必死に働いて、バックはどんな時だってめげなかった。腹黒いやつらに利用される前に夢に向かって努力しなくちゃダメなんだ。なんならガンチャを売ってやつらを売って、俺のゲットを取り入れす。なあ、俺には夢があるんだ。聞いてくれないか、俺のゲットドリームス。キッズたちがどんどん生かすようなラップでメイクマネーして映画化を作るんだ。キングボクシーとかの話じゃないぜ。 MC じゃタモリのグラサンも光る。右手には伝説のゴールデンマイク。きっとお前にも分かるぜ、キッズはオンライン。極悪非道のギャングスターラップから男の儚しい歌までコラボ。プリモのビーツじゃヒラトとコラボ。めっちり仕込みのチンコソックスで、土砂降りの雨の中のフェスでライブ。バンドも引いてワールドツアーだ。地球をワンループする女のリミックス。まして俺ヒップホップが好きだから、金がなくたっていい、バカにされたっていい。もう世界の片隅なんてとこはどこにもない。俺はゲットなんかで暮らしていない。俺は金がなくても貧乏なんかじゃない。ギャングのママだって俺に目の前で出せ。掴み取るぜ、ゲームシーンのゲットドリームス。ゲットドリームス。ゲームシーンのゲットドリームス。北千住ゲットドリームス。アーケインコマセカーゲットドリームス。静岡スティーからゲットドリームス。ストレートアウターゲットドリームス。ゲットドリームス。ゲットドリームス。ラブの時間ゲットドリームス。歌
シアップどんだけでもゲットビームズ MCKMCKMC ワーキング MC チェックしてくれよ入学するかじゃバカ野郎かしとんだよ交換当選どうだおい見てるかみんな見てるよ何回出てるわかんねえのか何もわかんねえそしてこれからのあの詳細をご本人から説明があるっていうふうに伺っているんですけれどもそうですねライブが終わった後、はい、早速 KMC さん、まあ、お願いします見てくれこのフレッシュな状態をそう俺はねラップの時間こんばんは俺はこのラップの時間でいつもね酒を酌み交わしてんだよ DK いいね君はプライマーさんも出て素晴らしい日だよみんな見てるかラップの時間、yeah. みんな見てくれラップの時間を見たか見てるか見てます大丈夫です見てます生放送で陰気臭いね本当にね本当に陰気臭い番組でラップの時間本当にもう今日はねそうどうしてもやりたい企画があるということで、ね、ちょっとまあその企画くださったの、ねまあ、ちょろっとは聞いてるんですけど、はいまあ、本人持ち込みということで俺からは聞いてないんで頼みますよ夢をあの以前ねあの10月18日のラップの時間ですかねゲットドリーム、はいはいはいね、俺のゲットドリーム、はいラップの時間でねぜひねやっぱ何が真のヒップホップかっていうことをね、うん僕もあの東京に出てもう10年ぐらいかれこれ住んでるわけですよ、はい、そこでねもうヒップホップ巡り合ってゲームに招待されて、はい、もう酸いも甘いも見てきてやっぱりねこのねヒップホップのゲームこの世界ルール無用のヒップホップの弱肉強食の世界じゃないですか所詮はねチンコ蹴るか蹴られるかなんですよやっぱ究極のね B ボーイを決めるキングを決めるにはねチンコ蹴るか蹴られるしかないアルティメットチンコ蹴りバトルやらせてくださいってことなんですよイエーどういうアルティメットチンコ蹴りバトルイエーチンコ蹴るか蹴られるしかねえんだよそれでこれに至ったわけですねそうラップの時間にねその俺ラップのワットマンビギンズが出てる時に、はい、俺はその夢を語ったんだそしたらねラップの時間がねこの心意気だよ実現採用させてくれてよ本当にねこの夢の企画をちょっと打ち合わせまでして打ち合わせまで何遍も何遍もしてねやったんだよ本当にね、はい、情熱大陸だよねなあねこれ、はい、どうすればいいのここからでここからそのまあ、うん、そのそれとは何ぞやとそうです、ねまあ、一応それは今概要はバイブスは刑務所のバイブスが伝わったということでさてじゃあこれからそのバトルをどうやるのかっていうのだからね僕何遍も言ってるでしょ蹴ったかだからルールなんかねえんだよじゃあやりましょうもうそれチンコ蹴るか蹴られるしかねえんだよ それをまずここの決められたスペースのところでそう中でチンコを蹴り合って男性ですよね男性もちろん男性が1対1でやっぱりね、はい、ジャッジメント、はい、レフリーはタイソン、はいはい、タイソンにやっぱりね、はい、何もかもねそのあのね試合はね試合の結末は、ね、聞いてもいいですか、はいそれは足がそこに当たったらもうアウトなんですか？いやでもそうやってレフリー次第です。レフリー次第。ルール無用ですか？もうチンコが潰れようが何しようがレフリー次第ですよ。潰れても倒れても。潰れても倒れても KO が行われてももう判定はもうあのタイソン次第やっぱりタイソンさん次第。そういうルールなんですね。全権を委ねたこのレフリーのタイソン。レフリーのタイソンさん。女には痛みが分かんないんですけど。そんなこと聞いたところで何も広がんねえじゃん、はい、じゃあもう見てればいいレフリーを呼び出しましょうレフリータイソンさんタイソンさんこの男がもう全部の試合の結果を決めつけてくれます、はい、そして我々はヒップホップで勝ち上がるためにチンコを蹴るか蹴られるか、うん、それだけを勝負するだけなんだよ何名いらっしゃってるんですかです、ね、今日は4人のトーナメント制で行います、はい、決めなかったあ、まあ、いや、まあいやまあもうそこはもうね君のもう一存で任せますもうトーナメント決めるの勝っただけで。そうですね。あれね。はい。いや決めましょう。決めましょう。1から4好きな数字言ってください。ゲーム数何番だ。じゃあ俺は2番だ。1。3。頑張って4。これ今ねあのじゃあまずそうエントリーしてる4人が誰なのかっていうのをまず明らかにしましょうよ。名前と数字をじゃあ1人ずつ。それは
まあ、試合が始まってる時にね。3番誰ですか。カレーマンです。カレーマン、カレーマンさん、カズさん、はい、4番はい、OK です。じゃあトーナメント表、はい、1回戦もう始まるわけですね。もう始まりましょう、はい、じゃあレフリー後ろ行っていただいた方がいいんじゃないですか。 OK、 じゃあ我々ちょっとねスタンバイしますんで伝説の1回目が始まるわけですね。これマイク入ってますかね、はい、入ってますかマイクは。入ってますかマイク、入ってますか。はい、ということでここからはですねアルティメットチンコ蹴りバトルということで始めてまいりたいと思います。ルールはですね KMC が申し上げた通りということでございまして、皆さんの男としての未来は僕の手の中にということで私の一存で勝敗が決まるというバトルでございます。早速1回戦ですね、呼び出していきたいと思います。カズ KMC イエイエイお願いいたします。さあ早速1回戦から KMC が登場でございます。対するはカズということで、ルールは簡単でございます。先ほど申し上げました通り攻撃はチンコのみということでお互いチンコを蹴り合っていただいて、あ、もうちょい真ん中ですか。お互いチンコのみ蹴り合っていただく、そして機材には触れないようにということでよろしくお願いいたします。勝敗は僕の一存で決まりますので、では早速蹴り合って、あ、もう一回名前ですね。じゃあカレーマンさん、あ、MC カズさん、MC カズ、MC カズ、MC カズ、KMC。よっしゃ。では、有無を言わさず、とにかく蹴り合ってもらいたいと思います。You ready? OK。Ready? OK。一回戦のビート、トラックして。で、1回戦のビート紹介から。違うか。ごめんなさい。かければいいんだよね。もうかけりゃいい。では、準備はよろしいでしょうか。サンジさんもよろしいでしょうか。参りましょう。Ready! Fight!今のは KO 勝ちでございます。 KO 勝ちによる KMC の勝利ということでKMC が勝者でございます。じゃあ決勝に行こう。視聴者からラップ関係ねえって言われてますねコメントが来てますはい、いろんな意見が出てると思いますけれども、はい、でも見てくださってるんで、そうですね、賛否両論あると思いますけれども、サクサク2回戦に、はい、2回戦ですね、行きたいと思います、はい、カレーマン TK の黒淵ルール先ほど申し上げました通り攻撃はチンコのみ、機材にぶつからないように。カレーマン TK だ黒淵、早速チンポの方を蹴り合ってもらいたいと思います。 Are you ready? Are you ready? Ready! Fight!Fight!
さあ勝った TK の黒縁はそのまま残っていただいて決勝戦1回戦勝ち上がりました KMC と将来チャンピオンの座をかけて戦って蹴り合ってもらいたいと思います。さあ残念ながら1回戦で散ってしまいましたカズ、タレマン、この2人の思いを足に乗っけてお互いのチンコを蹴り合って将来のチャンピオン決めていきたいと思います。行こう。よっしゃ。さあ泣いても笑ってもこれで初代のチャンピオンが決まります。はい、お互い手を組み合っていただいて、はい、決勝戦ルールは全く変わりません。はい、チンコのみ。お互い息ものすごい切れてますけど大丈夫ですか。チンコのみ足で蹴り合っていただいて機材にはぶつからないように。はい、参りましょう。決勝戦 KMC VS TK ダクルバッチ。 Are you ready? Ready! Are you ready? Ready!Ready, fight! さあということでお楽しみいただけたでしょうか。アルティメットチンコ蹴りバトル初代のチャンピオンは当番組の司会 TK の黒淵ということで初代チャンピオンの座が称号を得たわけなんですけど、じゃあ一言だけ。チャンピオン力強い一言でございました。ということでここからもう一度 KMC さんゲストコーナーということでよろしくお願いいたします。もうそうですね、皆さんじゃあここから皆さんあのアルティメットチンコ蹴りバトルにご参加いただいた皆さんもひな壇ということで、やっぱ敵や敵は強いぜ。おい普通に足が痛いのマジで。の蹴りが足に入って普通にいて、いやなんかカレーマンこっち、いや TK 大丈夫か。 TK 大丈夫ですか皆さん。いやもう生徒主要ね、もうね、生徒死ぬ狭間で俺たち戦ったからね。お疲れ様です。まずはお疲れ様です。多分画面上では伝わらないハードコア感、すごいハードコア感満載すぎこれね、みんな伝わってるからこの面白さがね。いや思ってあ、僕下北沢のカレーフェスティバルのマスコットキャラクターで、はい、どっかで見たことあると思ってたんですよ。今日はチンコ蹴りバトルに参上していただいた、んだよ。ヒップホップに連携していただいたんだよこの人は。いやでも僕ファイナルまで行く自信あったんですけどこんな格好してるし。改めて一人一人ご紹介を、自己紹介、はい、そう自己紹介。今度はでももう KMC、はい、ちょっとフリーでしか出せないような遊び心をたくさんやってて、1曲目 KMC のゲットドリームス、まさにコモンとナズとゲットドリームスインストに使って、それで面白いあのね、俺なりのゲットドリームス歌ってんだよ。2曲目は KMC からジャパニーズカルテナンバーワンリミックスフィーチャリング ABC だけれども、今回はオースマンとニガリのカルテ3兄弟でやったね。3曲目は、ラットチャイルド、俺の前面下町のラットチャイルドっていう超ドープなバンドのバンドにドゥーザラットっていう歌で俺フューチャリング
してるんだけれども、その逆フューチャリングバージョン DOTHRAT 逆フューチャリングラッドチャイルドネズミックス、それが3曲目4曲目で、俺たちはね、あのやっぱりね、日本のゴーストに物申していかなきゃいけないんだよね。怖い心霊現象たくさんあるじゃん、ね、そんでこの今日は来てないけれども、お化けのプラズマくん、そんでこのカレーマン、そんで神父のこの MC カズと4人でゴーストバスターズ結成したんだ俺たちは。そのゴーストバスターズのテーマが4曲目だ。参ったか参ったか。そのじゃあゴーストバスターズの紹介をちょっと。ゴーストバスターズは今日ね、あのお化けのプラズマくんがね、お化けのプラズマはね、あのネイチャーデンジャーギャングっていうあのバンドでラップやってんだけれども、本当に人の期待に応えられないんだ。昔もう10年来の付き合いなんだけど、あの人ね、本当に人の期待にね応えることができないんだあの人。でね、あのね、本当そうなんだよ。だから今日ね、そうプラズマさん、あの人本当の本当に人の期待に応えることができないんだよ。それしかないですね。あいつはね、あのね、髪長い方ですね、はい、あのね、ゲゲゲの鬼太郎に憧れてさ、人間界にやってきたにもかかわらずさ、そういうね、今日はこんなやつってさ、ゴーストバスターズの存在を証明できなかったんだあいつは。ゴーストバスターズのお化けのプラズマさんだ。お化けのくせにさ、鬼太郎に憧れてそういうわけ。ゴーストバスターズのメンバーでお化けのプラズマさんも、ゴーストバスターでもやっぱ人間と仲良くしたいっていう、ああ お化けなんだけど人間と仲良くしたいっていうね、鬼太郎感覚なんだよ、はいはいはいね、だからそういうね、人間たちは我々ゴーストバスターズはね、ほっとかないよ、そういう意欲があるやつは。だからそういうゴーストバスターズのメンバーがね、お化けのプラズマだよ。まあちょっとシャイな感じで今日は来れないっていう感じなんで、シャイってもう本当にダメなんだよ、ほんで、まあダメ、まあいろいろ諸事情があって、これそんで今日来てくださってる方のじゃ紹介をお願いします。今日はでね、はい、この下北沢のね、カレー業界を仕切ってる、この見てくれ、カレーマン、ディーバーの華やかな姿、yeah. いやちょっとよしてよもういやいや、俺が下北の住人、中心人物、カレーマン、カレーのことだったら何でも言ってくれ、聞いてくれ、みたいな感じでいつもやってる下北でラップ。だったら俺はかますぜ、ここでラップ。北千住までほぼほぼ遠い、金色のタイツ、俺がカレーマン、よろしく、いいぜ。そう。カレーマンはね、心霊能力が何一つねえんだよ。何、だからね、こいつはでもね、お化けにもね、カレーを食べさせたいって意欲がすごい。あ、そんぐらい下北のカレーをね、お化けにも食べさせたいって、そういう人間はほっとかないぜ、やっぱ。あーゴーストバスターズとしてはね、まあ、スパイスでぶっ殺すみたいな。スパイスでぶっ殺す、そう、で殺せないけど、スパイスなんか、ね、スパイスで、はい、でも殺せないけど、でもやっぱりね、そのね、意欲がやっぱ、こいつはすごいうまいカレーをたくさんしてるから、それだけでいいやんか。こいつとパトロールするだけこいつと下北沢をパトロールするだけで楽しいんだよ。そう、そう、あ、そんで、あのね、もうプラズマカレーマンと来て、はい、で第4のメンバー、こいつが MC カズだ、かませ MC カズ、もうあの世界がもう愛で満たされればそれでいいです。もう私はそれでいいです。あ、はい、神父さん、そう、こいつはね、神父なの。神父です。私はキリスト教の学校に行ってまして、牧師になろうと思って頑張っています。そして人を救っていきたいですね。はい、それだけです。ね、そうね、伝わった、カズのいい、そうで、最後はメッセージが来るというマスターできといて、こいつはね、やっぱね、キリスト教やってるでしょ、神父やってるでしょ、だからね、ゴーストに対してはやっぱめっぽう強えんだけどね、なんね、あのね、外人のゴーストには強いんだけど、日本人のゴーストに非常になんか、ね、全然キリスト教徒いないからね、そういうもの確率もやっぱ神父やってるからっていうだけでやっぱ変えた。これが俺たち、俺が、そして隊長、俺が KMC だ。俺は名古屋で、アルバム、ファーストアルバム、東京ウォーキンっていうアルバムの写真撮影してて、名古屋の変な雑居ビルとか入って、そこで心霊写真が撮れたんだけれども、そのね、もう一回そのビルにみんなで行かなきゃいけないみたいな感じになって、はいはいはい、その時にみんなすごい不安があってたんだけど、俺のラップの力で悪霊を全て除霊したぜ。これが隊長 KMC だ。
イエー、隊長がもうそのゴーストバスターズのルーツの始まりってことっすね、今の話は。ほら俺たちがゴーストバスターズだ。イエーイエーチェックしときね、チェックしとけ。じゃあ、おい、お前の家に悪霊がいたらな、俺たちが行くぜ。俺はカレーしかあげることできないけどな。おい、俺たちは陰湿だって命がけでパトロールしてんだよ。カレー、分かってんのか。カレーに困ったら、下北来いよ。そうだ、犬犬カレー。100倍の、100倍カレー食べて、失神しちゃえ。カズもなんかそうだ、俺は、うまいカレー食わしやんぜ。なんでお前、キムタク食っちまうんだよ。ゴーストバスターズさん、じゃあ、主な活動がそういう、もう、まあ、まあ、基本的にパトロール。パトロール。パトロール。街をパトロールしてる。街をパトロールして、その、幽霊を、あ、そこにはゴーストいるな、っていうふうに。やってんの。え、じゃあ、一体そう言ってガイダンス漫画でとか出会ったりも、するし、依頼も受けたりとか。依頼も受けるし、はい、依頼も受けるし、まあ基本的にはパトロールがメイン。パトロールがメイン。パトロールばっかしてる。みんなで。パトロール、居酒屋にパトロールしに行って。そこで、まあ、もうゴーストとぶつかりしない。ね、あの、じゃあ、ね、あの、カズとかは家遠いし、帰んなきゃいけないから、オールドカレーマンで、オールドカレーマンで、じゃあカレー屋パトロールしに行こうって。で、ここのカレーやっぱ、めっちゃうまいなってなる。そう。犬犬カレーっていうね、あのマーシャルアーツカフェというね、パンチ効いた、そこでブルースリーのお面もらったんだ俺たち。そう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 、それおも、あ、俺懐かしいな。俺も今日持ってきたんですよ。そうそうそう。あのチンコ切り、そうですね。はい、チンコ切り、はい、チンコ切りを振りまかえますか？いや別に。なんかあんな何もなかったよ。でも実際夢が叶ったじゃないですか。叶ったけどね。どうですか？やっぱね、叶えるもんじゃないね。見るもんだと。つかみ取るもんだね。つかみ取るもんだ。いやでも本当にやった人しか分かんないですけど、息切れ半端ないですよね。めっちゃ疲れましたよね。やばい。いや俺ね本当にね今日ねあのファールカップとかみんなに買い与えようと思ったけど、意外とね行かないもんだね。本気で蹴んないと。うん、そうね。あれね。じゃあ僕の口からあ、レフリー、はい、あの決勝戦はすごく KMC が速射砲のようにですね連打をやりまくってて、それをあのプライドの初期の頃のゲイリーグッドリッチのようにですね、すごい TK のクロムジがこうやって受けるんですよ。全部受け止めた後に一発でボンって仕留めるね。 あの一発の破壊力のインパクト、あのね、あれ単純にねチンコじゃなくてね足に入って、いまだにねすげえ痛いんですよマジで。骨に来てんだよ。骨に来てる。これちょっとルール違反だけど、でもやっぱそういうのはヒップホップだよ。そうですね。受け入れて返すという。あれはね、もう本当にすげえ痛かった。まずチンコ蹴られて、バチが当たったんじゃないか。なんだっちゅって本当に。カレーマンに渡すなよ。カレーマン。いやもうなんかマイク持ちたがり屋なんですかね僕。ああなんか喋ってくれよ。今年の10月10日から10月20日まで下北沢カレーフェスティバル2016やるんで遊びに来てくれ。秋口ですね。月寒くなってきた頃、カレーが美味しくなる頃ですね。何言えばいいですか。なんか一番叫びたいことあなんか格好で覚えてるあそのカレーフェスティバル、ゴーストバスターズも行くぜ。行くぜ。パトロールにそのカレーフェスティバルはでもお化けの心配はない。悪いやつがいないか行くぜ。去年だからね、4年連続ぐらい。アイソうるせえんだよ。今回だけ違うと思うなお前。でも今回あれね、この俺はゴーストバスターズ結成してね、みんなゴーストバスターズ、まあ、ちょっとインフルエンザ流行ってるんだよね、うん、そのねこれ結成して、そんでモア KMC にも入れることができたんで、今度2月10日にモア KMC をスベナナのホームページから無料配信して、そんで2月19日にね渋谷のホームと渋谷ラッシュ、この2カ所同時開催でモア KMC のリリースパーティー東京クラッシュグループやろうと思うんでね、yeah. でゴーストバスターズ、こいつらのカレーマン AK D ブラック、そして MC カズのソロライブもあるし、あとはねオースマンとかね、ラットチャイルド、ブルーテント、オールストーンズ、ネイチャーデンジャーギャング、あとはもうねいろんな人たちが出てね、とても楽しいよ。だからねこれでねぶっちぎっていくもんでね、よろしくお願いします。本当に東京クラッシュグループみんな遊び来いよ。プライマルさんのツイッターアカウントが出ちゃってますね。はい、どうしたんだよ。どうしたんだよ。あともう俺言いたいことねえ。
言い切りました、もう全て出し切りました。限界だ、足めっちゃ痛いな。ごめんなさい、ちょっとあれヒットしちゃいましたね。あとはフリー配信を待てと、待ってくれ、2月10日、はいはい、そして19日に来いと。ぜひもう聞いて、ね、今日はすごい歌詞いろいろ飛んじゃったけど、はい、ごめんよ。でもまあそれは気になるなら配信して一回聞いて、配信を聞いてよ、リリースライブに。そうライブデイベですか、夜中。夜中、夜中、夜中、はい、23時オープン、うん、23時オープン、はい、なのでこれにね、はい、みんなやってきてね、頑張っていきゃいいと思うよ。はい、うん、頑張っていきましょう。そうだよ。はい、まあ、刑務所はもう全部こう言い切ったということで、はい、はい、ということで、じゃあもう後ろの二方は まだちょっと何か心残りな言葉とか大丈夫ですか、何かありましたら。そうですね、何か言っといた方がいいですよね、絶対。まあ、本当にあのカレーのことばっかなんですけど、はい、いやカレーって最近本当にすごいね、音楽以外もみんなつながってると思って、昨日僕あの後輩の自主映画見に行ったんですけど、最後のストーリーであのエンディングでカレーが出てきたんですよ。あ、カレー、あのブラックジャックの一番最終回もカレー出てたんだよね。そう、カレーに恵まれてる僕。そう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 。で、僕も自慢のカレーを4種類作ってます。あ、イベントで。あ、いや、僕もお店立たせてもらって1日だけ。え、東京クラッシュグループの日、お前フードやる？え、いいよ、作る。打ち合わせ、打ち合わせ。さあ、ここでもう一つ催し物が決定しました。これも決定しましたね。カレーマンのカレー。やろうやろう。そう。じゃあ僕が作るんで、19日、遊びに来てくれ。来てくれよ、ほんとに。頼むぜ。じゃあ、カズからもちょっとエナジーを叩きつけろ。とりあえず、愛が、伝わればいいっすね。あの、世界に。ちょっと、ちなみに働いてる店なんですけど、はい。下北沢のアリーナってとこで、毎週水曜日、僕この格好で、店に立って、カレー振る舞ってるんで、ぜひ遊びに来てください。無料ラップ0円です。え？意味わかんないよね。そうそうそう。マクドナルドのスマイル0円として、即興ラップ0円でやるんで。うん、いいよ。よろしくお願いします。いいぜ、いいぜ、いいぜ、いいぜ。カレーにちなんだ、はい、はい。そうですね。ラップが聴けるということで。そう。はい。タイソンもなんか喋れ。いや、カレーマンさんとこんなところでまさかお会いすると思わなかったんで、本当に、去年のお祭りの時に、本当うちの近所のうちの僕の実家の近所のところで休憩してたら、この格好の方がですね向こう側から歩いてきて、で僕らみこしを置いてこうやって休憩してるじゃないですか。なんだありゃみたいな感じなんだありゃってなって、そうなんですね、みこしとかも担がれてる。こいつ選挙にも参加してるからね、この格好。すごい、いろんなところで活躍マルチな、すごい活躍の場をね広げられて、だから繰り返し議員選挙ですね、去年。あ、出てましたね。そうだそうだ、僕が出たんじゃないですけど、ちょっとあの知り合いが立候補して、じゃあ僕その前にラップしますみたいな。そうですよね、いろいろということがあるということで、幅広く。いや、今日は刑務所の夢叶えてくれてありがとう。こちらこそ、このゲットドリームが叶ったぜ。ありがとうございました。まだなんかやろう。はい、我こそはっていう方がもしかしたら見てる方いるかもしれないんで、 MC 松島が出たいって前言ってたよ。じゃあぜひこちらで。そうですね、まっちゃん、呼ぼう、あいつはね。まっちゃん、あ、僕ももう一回リベンジしたいですね。まだやる方向ですかね、主催者。まあちょっともし2回目が、いいんじゃないですか、非常に面白かった。2回目がある場合は、はい、まあそういう情報もアット KMC のツイッターなんかも見てる方には全然伝わんないですけど、かなり面白かったですね。面白かったです、また僕もねレフリーやってたら楽しかったね。じゃあまた企画しましょう、はい、ということで、はい、はい、ということで、はい、本日のゲストは KMC with ゴーストバスターズ、はいはい、ありがとうこのまま座っていてください、うん、はい、はい、そして次回2月21日日曜日ゲストはアッコゴリラさん、アッコゴリラさん来ますね、はい、あのアバズレ、ちくしょう。詳しくはツイッターラップの時間アカウントをご覧ください。はい、はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、みんなまた2月21日、次回2月21日、はい、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう。